たまたま旦那がお風呂入るときに、脱衣所に入ったら、ちょうど上半身服を着てない状態。浮気相手につけられたキスマークを、うっとり眺めてた。キスマークなら見逃すけど、旦那の胸に、浮気相手の名前のタトゥーが入ってたよ。3年くらい前から、浮気してるなと思ってたけど、そこまでするほどラリってたとは。専業だから、経済的に自立できず、離婚は避けたいと思ってたけど、離婚するしかないかな。嫌がらせみたいに生きてくのも選択肢だけど、それじゃ惨めだもんね。働くことや離婚も考えてみるよ。しかし、タトゥーとか、やんちゃな年ならまだしも、大概に年をとって、それなりに、社会的な立場もある人間がやることじゃないし。一生、身も心も彼女のものだから、名前を入れたんだって。妻に言う言葉か。って思ったよ。離婚して人生やり直すかな。今夜にでも話し合ってみる。みんな、ありがとう。笑っちゃうわよね。でも、笑えない事態になったみたい。旦那が帰ってきたから、慰謝料を取って離婚したいって言ったのよ。本気で離婚したいかって聞かれて、今すぐでもしたいって答えたら、離婚届出されたよ。貯金いくらある？それ全部やるし、車もやる。部屋は、旦那が独身時代から住んでる賃貸だから、今月いっぱいで解約して、お互い自由になろうだって。仕事も探してないし、部屋も見つけなきゃいけないし、すぐに離婚なんかできないのに。浮気を我慢してる方が、得なのかな。実家は、弟家族か親と同居だから帰れないのよね。身を寄せられる友達もいないし。何の準備もせずに離婚を言い出したのは、バカだったと反省してる。帰宅してお風呂に入る旦那を見たら、例のタトゥーが浮かんで、カッとしちゃったの。それに、離婚なんかしないって言ってくれるかと、少し期待もあったと思う。でも、見合い結婚だから、もともと愛されてなかったんだよね。好きな人と一生暮らしたいって、旦那の気持ちも、少しわかるから、もういいやって感じ。おっしゃる通り、早急に部屋を探して、パートでも始めないとね。理想の旦那と幸せな家庭を、って思ってたのに。離婚か。それと書き忘れたけど、私が困ることを分かってて、あえて離婚って言ってるわけじゃないと思う。そういう駆け引きみたいなの、ダメな人でね。本気で離婚したいんだろうね。ありがとう。そうよね。アホタトゥーを入れるようなのは、理想の旦那じゃないよね。浮気相手に本気になられてたおかげで、子供もいないし、新しい人生を歩むのがいいよね。少しの間、実家にお世話になるのもありかなと思うけど、実家は何にもない田舎町だから、部屋を探した方が仕事も見つけやすいかも。車もやるって言われたけど、私免許持ってないのよね。5年くらい働いてないから、いきなり正社員じゃなく、パートでも何でもやってみるよ。ここに書き込んでよかった。前向きに頑張ろう。まだ、離婚届にサインもしてない状態。ウィークリーって手があったのかと、目から鱗。とりあえず、ウィークリーやレオパとか、早急に契約しよう。慰謝料請求は、浮気相手には無理かも。旦那が既婚って、今でも知らないらしい。旦那とも、揉めたりする手間や時間を考えたら、先に進んだ方がいいし。それなりに貯金あるから、一人でやり直すには十分だよ。専業主婦したかったから見合いして、旦那のこと、ATM を手に入れたくらいにしか思ってなかった気がする。アホタトゥーを見て浮気が確定した時に、今後の生活はどうなる？ってことしか考えなかったもん。欲だけで結婚したのは間違ってた。さっさと終わらせてやり直そうかな。誰かが書いてたけど、相手の女は、旦那と同じテンションじゃないかもしれないじゃない？揉めて、既婚の真実を知って逃げられるよりも、こっちが離れること優先しとくよ。部屋を借り、派遣会社に登録をして、とりあえず短期だけど仕事が決まって、離婚届も提出しました。特に揉めることもなく、淡々と話し合いして、預金の3分の2だけもらって終了。
アホ夫に対して何の感情もないし、名ばかりの夫婦だったんだなーって思ってる。ここに書き込まなかったら、専業主婦にしがみついてたかもしれない。前に進めって言ってくれた方、まだ見てるかな。皆さんのおかげで、人生やり直そうって思えたよ。ありがとう。お礼の報告兼ねて書き込み。ありがとう。ここに書き込んですぐ動いたから早かったよ。アホ旦那とも浮気相手とも揉めなかったからね。これでここは卒業。人生やり直りして幸せになるね。皆さんもお幸せに。